はい、今からバター作り教室を始めたいと思います。私は神津牧場の場長をしております須山哲夫と申します。うちの牧場ではこのジャージー牛を育てております。このジャージー牛というのはバター作りに適した、なぜ適しているかというと、ミルクの中に脂肪分が非常にたくさん含まれているという、そういうミルクを出す、牛ちゃんです。バター作りは牛乳から直接作るのではなくて、実は生クリームを使います。これ香りを嗅いでみると発酵臭がします。チーズのような香りがします。これは神津牧場で作っているバターが発酵バターという種類のバターをになりますので、乳酸菌を入れて発酵させています。ですので非常に香りが強いバターが出来上がります。でバターを作るのはとっても簡単です。生クリームを攪拌してやる、そうするとバターができちゃう。どれくらい攪拌してやるか、普通だと20分ぐらい、8000回から1万回ぐらい振ってやります。一生懸命振ってるとほら音がしなくなってきました。この頃が一番辛い時期で、後悔と反省の時間です。こんなことなんで始めちゃったんだ。でもこれを乗り越えないとバターができないということになります。さあそろそろ出来上がりますね。こんな感じに中がこう固まってきます。そうするとこの後突然この塊の中から水が出てきます。水が出てくるとちょっと音がしてきます。水が出てくると同時にバターが出来上がります。この白い液体はバターミルクという名前がついています。やっぱ脱脂乳にあたるものですね。これをちょっと飲んでみますね。美味しい。まだこのバターの中にバターミルクが混ざっています。これを冷たい水でもう一度バターを引き締めると同時に、水でよく洗ってやる。はい、ちょっとねこうやって50回ぐらい振ってやる。そうすると残ってるバターミルク、これをゆすぎ洗いで洗ってしまいます。はい、それからもう一つワーキングという作業を一応やります。ここの中にまだ水がね多少入ってますので、こういったまな板を使ってですね、この中に入っている水を取り除いてやる。どうするかというと、上から潰してやる。そうすると中に入っているバターミルクやゆすいだ水が外へ出てきます。中に入っている水をねこうやって練りながら外へ追い出してやる。あと塩を入れたい場合はですね、大体1.5% から 2% ぐらいの塩を入れます。こんなぐらい、まあ月々ですのでね、少し少なめに入れるのがいいかなと思います。あまり入れすぎちゃうとしょっぱくなりますので、で、塩がよく行き渡るようにまたさらに練り上げます。このバター見てお分かりの通り、ずいぶん黄色い色をしてますけれども、神津牧場では放牧をして、おりますので、牛ちゃんは緑色の草を食べます。草の中のカロチノイドという成分が脂肪分に入ると黄色い色を発色します。そのために
バターが特に特徴的に出てくるんですけれども、夏のバターは黄色いバターになってゴールデンバターと呼ばれています。あのバター作りはある意味で非常に簡単にできます。動物性の生クリームをスーパーや、ね、お店でお買い求めいただいて、それも今回のように振ってやると、攪拌してやると、ちょっと大変ですけれど頑張ってやると、そうするとバターができます。まあ、普通の生クリームは、乳酸菌入れておりませんので発酵バターにはなりませんけど、普通のバターが出来上がります。コース牧場では明治20年に創業以来この発酵バターを作っております。その他にもですね、牛ちゃんやヤギと触れ合うようなコーナーもありますので、ホームページを見ていただいて、ぜひ遊びに来ていただ いただけたら ありがたいと思います。よろしくお願いいたします。うん、おいしい。あ、今日はおいしい。